Hey guys, it's Yuta. So, anime titles in English are sometimes very different from the original Japanese titles. And I thought it would be interesting to ask Japanese people to guess the original anime from the English titles. Check this out! うちしんちゃんとかしかわかんない。私もしんちゃん、ドラえもん、ドラえもん、アンパンマンで止まってます。ジブリ。4月は君の嘘が好きです。進撃の巨人です。リゼロ。リゼロ好きなの？唯一見るのはワンピースです。あ、でもワンピースちょろっと。君の名は。あー、そういうこと？え、違います？正解です。あ、楽しい。君の名はもうアニメか、そっか。君の名は正解です。あー、よかった。君の名は？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 全然わかんないや。どっちの単語も知らん。フルメタル。超ガンダム。ガンダム。あー、絶対そう。ロボな感じだ。そうだ、猫型ロボットだ。ドラえもん。連想が違う。バチバチに金属ってこと。全部がゴリゴリの全金属。鋼の錬金術。鋼の錬金術師。あれを知らない。知らなかった。あ、なるほど。聞いたことある。聞いたことある。英語わかんない。英語わかんない。英語わかんない。フルメタル歩きますよ、なんか。あ、あれだ。あ、錬金術師みたいな。あー、鋼の錬金術師。正解です。鋼の錬金術師。フルメタル。フルメタル。あん。全然わかんないんだけど。アンチ。フルメタル。鋼の錬金術師。違う。鋼？違う。鋼ですか？え、正解です。あ、ごめんごめん。正解です、正解です。めっちゃアニメ知ってるやん。知らない、知らない。知らないんだけど。あー、わかったかも。鋼の錬金術師。あ、じゃない。正解です。あ、正解？おお城？空。あ、天空の城が来た。正解です。めっちゃ熱い。すごいですね。本当ですか？じゃん。キャッスルインザスカイ。ラピュータ。あ、かっこよ。ユッキーかっこよ。正解です。イエーイ。すごい。次行こう。天空の城。ラピュータ。ラピュータ。当たりです。あれ。あれ。ジブリ、ジブリ。ラピュータでしょ。アタックオンタイタン。タイタンと。タイタン。タイタンってなんだ？チータン？チータン？ティータン？ティータン？アトムしか出てこんもん。アトム。アトム。アンパンマン。あ、ウルトラマン？あ、絶対そうだ。仮面ライダー、仮面ライダー。プリキュア。進撃の巨人です。あー、そうなのか。そういうことね、掴んできたぞ。本当？あ、進撃の巨人。そう。進撃の巨人。進撃の巨人さん。行きます。楽しいね。じゃん、楽しい。スピリテッドアウェイ。スピリテッドって何？魂的な。犬死ぬやつ。あ、フランダースの犬かと思った。あー、絶対そうだ。でも犬死なないです。スピリテッド。はい、これあのジブリ。え、オッケーオッケー。トトロ。ハウル。あー、わかったわかった。千と千尋。あ、どっちだ。そうです、千と千尋。おー、なんで。スピリテッドアウェイ。耳を澄ませば。過去形。過去形だね。千と千尋の神隠し。あー、アウェイ。え、わかんない。有名ですか。なんて意味ですか。え、待って、マジでわかんない。天と千尋の神隠し。わかるわけがない。ケースクローズ。うわー、わかりそう。なんだろう。ケースクローズド。ユッキーほら、引き出し全部開けちゃったもん、アニメの。閉まってる。閉まった。閉まっちゃった。閉じちゃった。主人公は、まあ、ちっちゃめの男の子。一寸法師。ちっちゃい。クレヨンしんちゃん。コナン。あー。正解です。あー。なんで？
ろう。ドラえもん。違う。でもそんな感じがした。ちょっとそういう系ですね。ポケモン違うか。ポケモンじゃない。ポケモンはポケットモンスターだもん。そうだね。いや、わかんない。で、コナン。ああ。言われて。ちょっと難しい。ちょっと難しいですね。わかんない。1ミリもわからん。なんかね。わかんない。クローズ。ケース。問題解決みたいな意味があるらしいコナン。正解です。おやば。わかる。わかんない。だいぶ昔のアニメです。昔ドラえもん。アンパンマン。答えは鉄腕アトム。鉄腕。アストロボーイ。アストロ宇宙なんだ。アストロボーイとは宇宙兄弟。あ、アトム。アトムか。アトムやっば。正解です。アトムだ。じゃん。アストロボーイ。これこそアトムですか。おーすごい。正解です。ユッキーすごい向いてる ね。やっと来たアトム。アストロボーイ、わかる。鉄腕アトム。正解です。ファーストオンザノーススター。北の星のアニメ。別に絶対知らないアニメだ、これは。北極星とかそういうこと。そういうネイチャーなドキュメンタリー系アニメ。答えお願いします。これは北斗の拳。北斗の拳か。最初の北の星。北斗の拳。お正解です。これなんですかね。あ、これ知ってる。わかります。北極のなんとか剣とか。え、北極これ拳って意味だ。北極、北斗の剣。そう、それ正解です。北斗の剣。ファーストオブザノーススター。北斗の剣。正解です。あ、フィスト。これか。じゃん。イレイスだ。イレイザー。消す系。消された。実写で映画とかも藤原竜也さんが主演でした。なんだろう、あれだ。突風で落ちちゃうやつだ。そこに合ってます。これそれカイジじゃん。それカイジ。カイジであれ。カイジは絶対違う。絶対違うらしい。わかんないや。ね、わかんない。僕だけがいない街。見たわ映画。なるほど。確かに、わかんない。めちゃめちゃ省略されてます。確かに。なんて読むのかもわかんない。イレーズド。イレーズ。消えたみたいな。デスノート。違います。違うよ。デスノートはデスノートだもん。カイジ。藤原達也でしたっけ。やばい。僕だけがいない街。ああ、正解です。やった。なるほど。確かに。イレイズ。消す。消すの。いや、わかんない。わかんない。これ僕だけがいない街。何なんですか。確かに映画やってたのも知ってます。アニメって知らないですよね、なかなか。やば。こんな一文字。ウェルカムトゥーザ NHK。NHK ってあの？NHK か。なんだろう。NHK にようこそってアニメですか。知らぬ。いや、一回訳しとけば正解だった。ね、確かに。惜しい。Welcome to the NHK。NHK へようこそ。あ、そうです。もうそのまんま正解です。メルカムテーザこれこそ NHK。 お母さんと一緒。はい。お母さんと一緒。ようこそジャパリパーク。違う。NHK へようこそっていうアニメです。そうなんですか。そうなんですよ。なんかこの抽象的な感じから探していくの面白かったです。
キャスミンズスカイとかはね、うんうん、もうそのまま。なんかもっと英語の意味知ってたらね、できたかもしれない。頑張ります。なんか直訳したら下で多分ちょっとダサいんだろうなっていうのはありつつ、内部を英語にしてる感じ。なんていうんですか、確かに、ね、物語を英語にしてる感じ。タイトルというか、あの、僕だけがいない街、ちょっと雑じゃないかなって思います。確かに、うん、なんか面白いのでもありました NHK。 なんか面白かったのとか印象に残ったのありました？イレイスですよね、一文字で、うん、あんだけのやつが、うん、確かに。 Well, they actually did better than I thought. But did you notice that many of them didn't understand the English titles in the first place because they don't speak English? So if you want to communicate withJapanese people and make friends with them or date them, you need to speak Japanese. So if you want to learn Japanese with me, I will teach you the kind of Japanese that Japanese people today actually speak, unlike unnatural, old-fashioned textbook Japanese. So click the link and subscribe to my email group, Japanese with Yuta. All right, see you guys soon. Ciao, ciao.